秩父鉄道観光バス株式会社は埼玉県熊谷市に本社を置く観光バス事業者である。九百九十六年十一月十二日に会社設立。翌九百九十七年四月一日付で秩父鉄道よりバス事業を譲り受けして営業開始。かつては乗り合いバスも運行しており、二千十四年三月三十一日までは熊谷市のコミュニティバス。 ゆうバスの運行受託も行っていた。過去には乗り合いバスも運行していたが、2014年3月31日をもって全路線から撤退した。なお公式サイトの会社案内では、一般乗り合い旅客自動車運送事業について休止中としている。熊谷市内循環バス、ゆうバス路線などの詳細は、熊谷市、ゆうバスを参照。 行田自動車営業所が三路線を担当していた。熊谷市の市町村合併に伴い、二千十四年三月三十一日をもって運行受託契約を解除した。翌四月一日より、受託事業者が共同バスに変更されている。熊谷市、悠 u バスの受託終了に伴い、秩父鉄道観光バスは乗り合いバス事業から撤退した。専用車両として各路線ごとに、 イスズ・エルガミを、三菱ふそう、エアロミリィ m J、イスズ・チャーニー J を保有していた。コミュニティバス運行受託契約解除に伴い、専用車両も除籍されている。長瀞自動車営業所が担当。現在はいずれも秩父市 A バス浦山線、川又線として運行。直営自体は、浦山大日堂の二つ手前の金、倉橋までの運行だったが、 秩父鉄道観光バス遺憾時に、浦山大日堂まで延伸。秩父鉄道が1936年4月に、より一同社株式会社を買収して、より行くまがや間の乗り合いバス事業を開始。以降1996年に、秩父鉄道観光バスを分社するまで、秩父鉄道直営でバス事業を行っていた。なお、上記のかつて、秩父地区で運行していた、浦山線。 川又線の二路線は、分社前からの運行である。行田市駅近くで駐車する秩父鉄道バスの車両採算が合わず、1993年3月1日から同年9月30日にかけて順次休止、廃止され、完全撤退している。路線、採算、輸送密度、廃止時期については、当時の熊谷市議会の議事録による。 1993年以前の運行路線熊谷市以外の路線、ありがとうございます。